くんじゃないかということは、全く文化にならないことである。あっても文化にならないことは、厳しく反戦してくのを、それに乗じてというと、ちょっと違うとも分かるんですが、例えば、自分の国は自分でやっぱり守るべきであると、だから軍事力は必要だというふうな声も、ロシア憎しの言葉につながる形でいろいろ私たちが、憂えてしまうような内容の、言葉も、かなりあちこちから出てきていると思いますね。ただただそのロシアダメじゃないか反戦というふうなことだけではどうにもちょっと収まりきれない問題があるんじゃないかというふうに思います。その辺をですね、ぜひ皆さん一言ずつ、この間はお疲れ様でしたし、でいかがでしょうか。はい、いや、あんな隠し気張ったら、あ、皆さんどうもご苦労様です。ウクライナへのロシアの軍事侵攻についてね、私なんかまあなんとなくその前からロシアは昔は旧ソ連圏の各民族の独立を弾圧してきたなという気持ちは分かっていたんですが、ちょっとよく調べてみたらですね、1990年から2000年代にかけては言うまでもなく、チェチェンの独立をね、むちゃくちゃに弾圧したわけですね。でその後は2007年にはエストニアのロシア系住民を支援してこれ国家を破壊するような、サイバー攻撃を行っていると。2008年にはやっぱりグルジア、今ジョージアと言われてますけど、ここに南オセチアの新ロシア人を味方して軍事侵攻していると。2014年にはロシア系のクリミア地域でウクライナ政府に対して武力放棄させて、その後ロシアに編入していると。そしてその後もですね、この2015年にはシリアの軍事介入、そして22年の今年ですね、これはウクライナ侵攻ということで、それはずっとアメリカと同様に周辺の国々をですね、軍事侵攻してきたわけですよね。これはもう本当にロシアはとんでもない国であって、アメリカはなんか、プーチンは戦争犯罪人だなって言ってますけど、バイデン自体もですね、かつてシリアやいろんなところで軍事行動をやって、市民の皆さんを、ね、虐殺してきた本人であって、人のことは言えない、そのままバイデンに返すと。でこういう非常に悲惨な状況をウクライナの現状を見てですね、もちろん私はもし日本がウクライナ的な状態になったらどうするのかということを考えますとですね、これはやっぱり武器を手にするということ選択肢はちょっとないですね。が若い時はまあ武器を手にするというようなことはあったんですが、今はそれはないですね。やっぱり非暴力闘争で行うと、非暴力闘争で反対行動しても果たしてどれだけのですね効果があるのかということを、まあ私も悩みますけど、皆さん一つぜひ今回のこと、私がね特に気に入ったのはね、昔は武器よりもペンの方が強いというふうに言いましたけど、今はですね SNS でもってですね、たくさんの画像が全世界にばらまかれて世界的な反戦運動になってます。今はペンプラス SNS、 これでもって我々は非武装抵抗闘争を戦えばいいと思います。どうぞ SNS をご利用ください。あ、以上です。まあ、今の太郎さんはその過去のロシアの問題行動についていくつか紹介をされたんですけれども、そのことはもちろん認識した上で、それでもそのもう一方、今のそのロシアに対するその非難抗議の行動の陰でですね、私たちが憂えるようなことも同時に進行しているんじゃないかというふうな気が私の中にもあります。実は昨日でしたっけ、木曜に横須賀市議会でも、
避難決議が提案をされて、賛成多数で、この意見書を通ったんですけれども、反対決議に回られた小室さんがここにいらしてますので、どうして反対したのかという話をちょっとしていただけたらと思います。とても重要な僕は中身があると思ってます。こんにちは、お世話になってます市議会議員の小室です。今三倉さんからお話ありましたように、先日木曜日にですね、横須賀市議会3月定例議会の最終日でして、そのロシアのウクライナへの侵攻について反対するという決議が、その当日の午前中の、議運に自民党から提出がされました。そして大抵の場合何か提案があった場合はその内容に応じて所管の常任委員会などに付託がされてそこで詳しい審査をしてですねで最終的に本会議で採決をするということなんですが、こういった決議文などの場合は多くの場合その委員会付託を省略するという手法がありまして今回もその通りすんなり通りました。で一言一句一文字も何の質問もなければ修正もない形で本会議に出てきました。で私は会派に入っておりませんので無会派の議員というのは議運に席がありませんので本当にいきなり議運をだから一応傍聴はしてるウェブで傍聴してたんですねオンラインで。でオンラインで傍聴してるとその場でいきなり今日これを決議文を提案しますって言われて紙で出てくるのでオンラインで傍聴してるとそれが何が出てきたのかっていうのはその場では分からないんです。でその後ウェブにもちろん資料として載るんですけれどもその前から私この今回のロシアがウクライナにもう多勢に無勢ですよねってすごい勢いで侵攻していることはその部分だけを切り取れば本当にこれはよろしくない、人がもう死んでいるし良くないとは思うんですけれども、やはりさまざまな情報を自分なりに見聞きする中で本当に長い歴史の中で国同士がいろいろあった民族の関係もあるし地政学的なこととかも言われてるんですけれども、そういうことを考え合わせた時に本当にこの決議文の内容を今朝出てその日の午後に賛成っていうことがいいのか悪いのかっていうことをすごく悩みました。また決議文の中にあらゆる外交手段を持ってこれを止めるのだっていうような内容の文言があるんですけど、あらゆる外交手段の中に果たして武力によるものは含まれるのか含まれないのかっていうところも私はすごく揺れました。やはりこれもさまざま調べてみると人によっては武力も外交手段なんだっていうような論説もあるんですね。そんなことを考えると私はとてもこれに賛成できないなと思ってすごく悩んでたんです。で悩むっていうのは40議席のうちにああいうもう今本当社会が誰もがそうだよねってほとんどの人が思ってるようなことに対して反対するってすんごい正直怖いんです。議会の中で何か言われるぐらいはいいんだけど、やっぱりこういった曲がりなりにも公職に就かせていただいておりますのでそういう意味でも怖いです。でところがなんとなんと当日の本会議で小林議員が反対討論をしてくれました。でその内容が私がまさにその悶々としている内容でしたので、彼が自席に反対討論を演台で終えて自席に戻ってきて隣同士の席ですので私は小林さんにその時私も同感ですということを一言申し上げて、採決の際は40人中38名が起立をして賛成をの意を示しましたけれども、私たち2人が着席のまま反対の意思を表明したということになってます。なので私もごめんなさい、今日の話は大変拙なくて申し訳ないんですけれども、近いうちに自分のホームページにですねちょっと考えをまとめて載せることができたらなというふうに思っております。以上です。は
反対答弁をインターネットで、中井さんが送ってくれたので、聞いたんですけれども、今小室さんが言っていたようにすごい勇気のあることだなというふうに僕は思いました。で問答無用な大きな正義がこう振りかざされているというふうな感じが僕の中にはどうしても払拭しきれなくて、確かにロシアがやっていることはとんでもなくひどいことです。一刻も早く停戦をしてロシア軍は引き上げるべきだというふうに思います。でそれについては多くの方がその通りだと思うんですけれども、そのことの大きな正義の何て言うんですかね、を一つのある種こうきっかけとして使われて、じゃあ日本を攻められたらどうするんだと、ウクライナの人たちはあるものは武器を取って自分の国を守ろうとしているではないかと、やはり軍事力は必要ではないかみたいなある種の正論がこの日本の中にじわりじわりとこう何て言うのかな、ある種の力を持って、私たちの生活を脅かしてくるのではないか。でそこに対する警戒心っていうふうなこともロシア批判と同時に常に表現していかなければならない。でそのせめぎ合いの中でね、賛成するか反対するかどっちかだっていうことで自分のその態度を決めなきゃいけない。ああ社会議員で仕事は大変だなって僕は思いながら反対答弁を聞きました。いろんなご意見があると思います。いやそれでも賛成すべきではなかったかというふうな思いも持っている方もいらっしゃるだろうと思うし、いろいろだと思うんですね。で僕はすごく必要だと思うのは、今こそ我らの反戦の中身をもう少し自分の言葉を2つ3つつなげてですね、大きな大正義に無批判に合唱するんではなくて、そのことを主張しながらもそれぞれの自分のその価値観に基づいた自分の言葉を、付け加えるっていうふうなことがとても大事ではないかと思いますので、ぜひ残り時間そんなにないんですけれども、手を挙げていただいて少し意見を、言っていただけると嬉しいなと思います。どうでしょう。そんな歯切れのいいことを言えるわけでもないので、確か先々週の報道特集という番組で金平キャスターがルカシェンコ大統領ベラルーシので、彼とのインタビューを、独占インタビューということで報じたんですけども、その時にルカシェンコは日本はどうなんだ、日米同盟はどうなんだ、アメリカにずっとついてばかりじゃないかみたいなことを言って、それはそれでルカシェンコさんというのは独裁者ですから、はっきり言ってプーチンさんの番頭閣みたいな人ですけれども、そのことについてはその後オンエアの中で金平さんがどういうふうに反論したかについては報じられてないんですけれども、そこのところは結構痛いところついてきてるなっていうふうに僕は感じました。で戦争のことについてなんですが、ウクライナで非人道兵器というのが たくさん使われているということなんですけれども、よく考えると50年前にベトナム戦争の時にアメリカ軍が非人道兵器を散々使ってベトナムの人々をそれこそジェノサイドというふうに言われるぐらい虐殺をしたというふうなことが ありました。で、それは本当に50年前の出来事なんですけれども、私の一言は人類って何も進歩してないんだなという一言で言うしかなかったということ でそのことをあんまり強調すればするほど、ですね、今のロシアが行っている虐殺行為というか無差別攻撃についてそれをこう許容してしまうみたいな、そういうニュアンスもどうしてもそこで感じてしまうので、アメリカだって同じことやってるじゃないかというふうなことをあまり強調するのもちょっとしにくいかなというところは正直あります。でそれはイラク戦争でもアフガン戦争でもアメリカも同じように無差別攻撃してそれこそ無人攻撃機で、誤爆というのも散々繰り返したわけですから、でそのことはもうでもどっかでやっぱりそのこともちゃんと抑えておかないといけないのかなということも思いますし、あと
難民問題についてもあの避難民の受け入れということをあの急に日本政府がこう言い出しましたけれども、実際にはあの、ウィシュマ・サンダマリさんとか1年前にあの名古屋の入管の収容所で、病死をしてしまいましたけれども、あれも結局見殺しにしたわけですよね。で彼女も難民という格好であの申請したわけではないですけれども、あのその他の、スリランカあるいはあのシリア難民、クルド難民という方たち の, あの難民申請のほとんど却下されているし、 0.4% の数字しか示していないということで、まあ、これがあのウクライナの避難民の受け入れということが、まあ、そういうところにこうあの波及していくという一つのポイントになればそれはそれでいいのかもしれませんけれども、まあ、昨日確かニクラさんも参加したあのオンラインの